トラックコレクションは2005年からトミーテックが製造・販売を行っているトラックのディスプレイモデルである。ここでは2008年8月より展開されていたトラックコレクション80についても記述する。同社の他のジオラマコレクションシリーズ同様、日本型 N ゲージの一般的な縮尺である1、150によるブラインド販売パッケージモデルである。2010年までは 1> 年1回のペースで発売されていた。最新製品は2013年2月発売の第8弾である。専用の収納ケースも販売されている。2011年よりオープンパッケージ2台セット形式での販売も行われており、一般流通店品とは異なる企業限定品も発売されている。トラックに積載されているコンテナはトミーテックの鉄道模型部門である。 トミックスのコンテナ車に搭載可能である。また、一部の車種にはコンテナ積載用の爪があるため、トミックス製のコンテナも積載できる。関連が強い商品に、同社のトレーラーコレクションがあり、一部の車種で部品を共有している。各段とも、シークレットは一種類。第1段2005年7月発売、第2段2006年1月発売のあるものは、 積み荷用のドラム缶パーツが付属。第3弾2007年3月発売。車種はトレーラーコレクション第2弾で先行登場した三菱不装、スーパーグレートという D、クオンのほか、初登場の三菱不装、F シリーズ、日野、TC 後期型の4車種。新作の荷台は16キロリットルタンクローリーとはしご車。今回は積み荷用パーツは付いていない。 今回から、トレーラーコレクション第2弾とともに、タイヤが新しい金型のものに変わり、よりリアルなものになっているが、フロントタイヤのみ2種類存在する。今回より、スペアタイヤが専用の金型のものだけではなく、フロントタイヤを改造したものも登場した。以後、車種によっては、スペアタイヤの向きが2種類混在するようになる。第4弾2008年5月発売。当初の発売予定は、 同年4月だった。車種は、第1弾で登場した、日野、プロフィアとイスズギガ前期型、第3弾で登場した日産ディーゼル、クオンの3車種に加え、日野、KS 後期型と西日本車対抗行政キャブの、はしご車が新登場。今回は、低床4軸車がメインで、総輪同系の4軸ロング車シ,シと19.5インチタイヤ、 1> 第1軸のみ22.5インチタイヤを装備する、イケシャー種が製作されている。新作の2台は、コンテナ車用が2種類、クレーン、クレーン搭載車用のタイラボディが製作されている。今回より、鉄道輸送用コンテナが登場。U47A 型38000番台コンテナと、U54A 型3000番台コンテナの、有害コンテナ2種類。 KS と東のユニック車の3台は、第1軸のみ22.5インチ扁平タイヤを装備する。今回は、第2段以前の旧金型のタイヤが装着された。第3段で登場した新金型22.5、タイヤは扁平タイヤよりも直径がわずかに大きく、そのまま装着すると、第2軸が設置しなくなるためであると考えられるが、 前月発売のバスコレ西九 96MC の新金型扁平タイヤと旧金型タイヤの外形は同じである。グランドプロフィアについては、トレコレ第2弾で登場したハイルーフキャブはフロント周りのディテールアップが図られたが、ロールーフキャブはこの時まだ従来のクオリティでの登場となり、完全なスイッチ金型ではなかったことが伺える。日通エコライナー十一フィートコンテナには、 キャブの屋根に取り付けるエアロパーツが別パーツとして付属している場合がある。第5弾2009年3月発売。中型トラックがメイン。すべて日の車で、クルージングレンジャー、二代目レンジャー、ドルフィンプロフィアは筆車の3車種。中型トラックは、ボディやシャーシはもちろんタイヤに至るまで、すべて新規パーツで構成されている。レンジャーはそれぞれ標準。 キャブとダブルキャブが作り分けられており、また二大メレンジャーは大型使用車用のキャブも製作されている。馬筆車はドルフィンプルフィア FW のシャーシをベースにブルーリボンのボディを仮装したタイプ。第四段の異形シャーシを流用しているが、第一軸のタイヤは低床タイプのバスに装着されているものと同じ新金型の扁平タイヤに変わった。 第6弾2009年11月発売。液体物輸送車がメイン。車種は、プロフィア、ヒノ、TC 後期型、スーパーグレート前期型の既存3車種に加え、新作の日産ディーゼルレゾナシー800前期型と、後期型の4車種5種類である。TC 後期型はグリルが、第2弾の ZM と比較するとわかりやすいが、後期グリルが回収された。 タンクローリーの2台は、第3弾で登場したものと、新たに製作された2種類が存在する。新作の2台は、旧型タンクローリー、火星輸送用、ミルクローリー、活魚車、ガスローリー、水槽車の6種類もの2階が新規製作されている。ガスローリーと火星輸送車のシャーシも新しく、製作されている。活魚車は、第2弾のギガ以来の冷蔵機装着車である。 第2弾では、冷蔵機はユーザー取り付けパーツとして同封されていて、サイドバンパーも冷蔵機と干渉する部分をユーザー側で切り取る必要があったが、今回からは購入時から冷蔵機は車両本体に装着されており、サイドバンパーも冷蔵機に合わせて切り欠きを付けたものになったため加工することなく直接装着することが可能になっている。 第7弾2010年7月発売。31フィート冷凍コンテナ積載車と冷蔵車がメイン。車種は既存のギガ1型特音に加え、2007年にマイナーチェンジしたギガと1972年に登場したニューパワー前期型が新規制作されている。ニューパワーはエンブレムが変わった1974年モデルを再現している。2007ギガは フロントバンパーが2種類存在し、エアダムありのものとエアダムなしのものが製作されている。冷蔵車の箱が2種類、UF42A 型38000番台コンテナが2種類が登場した。コンテナの冷凍機と妻扉は別パーツ化されており、この部分を作り分けることによって、各保有会社ごとの差異を表現している。ニューパワーは他社種に比べてキャブバックの隙間が広く、 キャブが前にせり出す形で、同一車足の他車種と比較すると全長が長くなっているという特徴があるが、これは他メーカーの大型トラックよりもフロントアクセルが、後退している実車のスタイルをそのまま共通車足で再現しているためである。第8弾2013年1月発売。前輪駆動車メインの構成となり、シリーズで初めて自衛隊車両がリリースされた。 タンクローリーと TXD ホロ車の上物とシャーシ、タイヤがトラコレ一眼の流用であることを除けば、ほとんどの車種は全て新規制作である。TS、TW はボンネット部分や F バンパーが別パーツ化されており、ひらがなエンブレムの前期型と、イスズエンブレムの後期型が製品化され、グリルの縦算、横算の違いがあるほか、フェンダー上部のルーバーの形状、 エンブレムの有無が再現されている。自衛隊仕様の212カーゴトラックと除雪車とダンプ以外はバス用のテールランプを装着している。また、ダンプは後部の煽りが別パーツになり、可動式になっているのも特徴の一つ。22カーゴトラックとダンプには新規のスペアタイヤパーツが追加された。これは実車同様ホイールが両面的に再現されている。 74式特大型トラックはスーパーグレート前期型をベースとした自衛隊使用車で今回はホロつけボディ車と10カーが作られた。10カーはクレーンが稼働する。ビッグサムのレッカー車は10カーのコンポーネンツを流用し民間仕様の高速レッカー車になっている。シャーシは新規設計でアンダーリフトが 格納時のものと牽引時の2形態のものが再現されていて本体のアンダーリフトに差し込み使用する形になっている。ビッグサム前期型の初出は2009年トレーラーコレクション第3弾のシークレットでシークレットとして登場した車種がレギュラーに昇格したのは今弾が初めてである。またビッグサムはフロントバンパーも別パーツ化された。 トレーラーコレクション第6弾のドルフィンプロフィア登場以降既存車種のバンパー別パーツ化は初めてクオン除雪車についても構成しているパーツは全て新規部品であるキャブ外装内装についても通常の一般仕様と異なり今回専用シャーシに合わせたものとなっているフロントタイヤは通常より幅広のカーキャリア用のタイヤでリアタイヤは 一般仕様と同じ22.5インチである。第9弾2017年2月発売。再び低床4軸車がメインとなっている。キャブは、クオン、2010年ビッグマイナーモデルのギガ、グランドプロフィア、2007モデルのスーパーグレートの既存、4車種と新規制作で、ニューパワー後期型が登場した。トレコレ2弾で登場したクオンハイルーフ。 トレコレ4段の2007スーパーグレート、トレコレ7段の2010ギガが、トラコレ初登場。グランドプルフィアは、トレーラーコレクションで登場した、ハイルーフキャブ同様、顔周りが、ディテールアップされた。トレコレ日本優先2大セット以来、6年ぶりの、登場となる。側面がフラットになっている、ウィングボディ、跳ね上げ型パワーゲートがモールドされた、ウィングバンボディが登場した。 第10弾2018年3月発売。初代ギガ1型、2007ギガ、クオン、スーパードルフィン、グランドプルフィアが登場。ドルフィンはトレコレ5弾で登場してから、およそ7年ぶりに、トラコレブランド版では、初登場となり、4型の通称機グリルが再現された。2台部分はトラコレ4弾で登場したコンテナ用、フラット2台。 トラコレ7段で登場した冷凍アルミ板の他に、新規制作で、スクラップ2台が2種類、チップ運搬車、自衛隊コンテナ車が登場した。キャブ上に装備されるシートキャリアを新規制作。スクラップ運搬車に、積みニパーツが付属している。これまで発売された2台をベースに、通常品と異なるキャブや塗装をセレクトし、別車種として登場したもの。 2台別の付属品は通常品と同様。このシリーズでブラインド版では未登場のマイナーチェンジによりグリル違い、同一車種でのカラーリング違いがリリースされるようになる。ブラインド版で登場せず、2台セットで初登場したキャブ、荷台はない。限定品日本型16番ゲージと同じ縮尺1、80のオープンパッケージとなり、前輪とキャブが可動となる。 またミラーパーツ、ディスプレイケースが付属している。価格は3675円。ありがとうございます。